このレッスンでは、少し書き進んでいますけれども、最終的な、スケッチですね。これをまとめていこうと思います。また新しいレイヤーをどんどん。もともと、こう、書いたのはここら辺だったんですけど、どん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 新しいレイヤーを作っていってます。で、最終的なところっていうのはね、なかなか、導き出すのにはね、時間がかかるんですけれども、ある程度ですね。細かいところですね。書き進んでいって、まあ動き、全体の動きっていうのはね、一番大切なんですけれども、光っていうか、明暗の調子っていうのをね、考えておかなければいけないので、これはかなり、羽が黒いところなので暗くなってしまうんですけども、まあでも、少し暗めにしておいて、このぐらいまで描いておくとですね、これの、羽のね、先端の、様子とかね、そういうの、明確になってきますので、この羽の、まあ、ね、羽一本ずつ全部描くことはできないんですけれども、それが重なり具合とかっていうのをね、確認できれば。これまたね、全然富士山と違うレイヤーに描いています。で、ある程度明暗出てくると、どこを強調しなければいけないのかって、分かってくると思います。色を今変えましたけれども、基本的にはね、日本画描くときにね、こんな風にすることはまずできないでしょうけれども、ちょっと暗いところはね、色をつけておいた方が分かりやすくなってくるので、ここら辺がちょっと重なってるところはね、消していきたいので、こんな感じで書き進めていきたいと思います。これもちょっと向こうが結構、鶴が白いですから、コントラストをね、つけたいですね。稜線がなんか富士山、ここじゃなかったですね。まあ、どこでもいいんですけどね。富士山ね。まとめ上げていきます。こういうところもね、ちゃんとつながるような感じにしていかなければいけないので、後から気がつくとね、まあ後から気がつくこともあるんですけども、結構手間が、途中まで書き進んでしまうとね、手間がかかってしまうので、まあ特徴的なこう、なんか形があるらしいんで、後でもう一度、この、峰の形をね、確認はしたいと思います。こっちが全然、完全にちょっと、押さえてしまいますね。こう、なんか、こっちからこう、光が当たって、ハイライトしているっていうね、とイメージで。で、あとこれですね。これも、書き上げていきます。このレッスンでは、最終的なスケッチですね。これをまとめていきました。